皆さんこんにちは、マモです。今回もまたね、ちょっと自宅で解説動画になってしまうんですが、前回はパワーフィンスロット RVS68MH プラスについて、少し、まあ、ちょっとね解説させてもらったんですけど、今回は僕がね、おかっぱりで持ち歩くならどのロットを選ぶかっていうのを、ご紹介させていただきたいと思います。まあイベントとか、例えばその質問コーナーとかやらせてもらった時によくね、おかっぱりで一本持つならとか、まあそういう質問をねよくいただくんで、今回は僕がそのおかっぱりで2本持って釣り行くなら、どのロットを選ぶか、そういうのねちょっとね紹介させていただきたいと思います。でまあ例えば状況によってはやっぱ例えばベイト2本スピリング2本とか、まあそういう場合もあるんですけど、今回は、やっぱね、その一本一本何でもできるロットの方が、より幅広いルアーを投げれるんで、スピニング一本とベイト一本。その僕が、まあスピニングの一本持つならこれ、ベイトの一本持つならこれっていうのをね、まあ選んでちょっと紹介させていただきたいと思います。僕はね、スピニングで選ぶロット。これも、新しくね、追加機種となったRVS64UL、まあ、6フィート4インチの UL ロット、ウルトラライトアクションになります。で6フィート4インチだから長くもなくてそこまで短くもないんで、そのねすごくちょうどいいんですよ。飛距離も出せて、もしくはその操作感長くないから、もうものすごくそのアクションとかも入れやすいし、その例えば長すぎないから風にね、スピニングってやっぱ長すぎちゃったりすると、長い竿でアクションを入れようとするとどうしてもその風の抵抗とかを軽いから浮きやすいんですよね。だから例えばそのシェイクしてる時に、風で持ってったりされて、ちょっとまあアクションが入れにくかったり、そういうことも多いんですけど、またこれはちょっとね短めのロッドでもあるんで、よりね竿のシェイクとかもシェイクをさせやすい、UL アクションのロッドで、飛距離もしっかり出せるロットになります。これでね僕は 64UL でメインで使うのは基本はネコリグ、もしくはシャット、小型のシャット、ソルシャット45とか、52、うん、とか、もしくは、ノーシンカーワッキーとか、例えばワームアームの48とか、例えばジグヘッドワッキーもこれで投げちゃったり、スモラバもねこれで投げちゃったりします。僕はこの1本で何でも、扱う感じになります。で、もう1本、同じタイミングで 61L っていう、61L っていうスピニングロットが発売するんですけど、その 61L も、どっちかというと結構何でも、やりやすいロットになります。でも、まあ僕の場合、ちょっとね、この、ちょっと柔らかめのアクションの方が、ノーシンカーとか投げた時に、ちょっと握れのしやすいワームとかも、UL なんで、ティップがね、しっかり入ってくれるんで、握れも、まあね、抑えれて、より遠くに飛ばせる、ロットが、この 64UL だから、まあ一本持ち歩くなら、僕はね、この 64UL を選びます。例えば、ジグヘッドワッキーしかやらないとかだったら、61L で、例えば、スモラバだけとかだったら、61L で、やった方が、まあいい時も多いんですけど、まあ一本なら、この 64UL を、セレクトします。そして、ベイト。ベイトが、まあね、これは皆さんもね、知ってる方も、まあ、多いかもしれないんですが、ベイトだったら 610M、まあ、6フィート11の、ミディアムロットになります、まあ、6フィート11なんで結構長いですね。僕の中では僕は結構6フィート8インチぐらいまでの、ロットをよく使うんですけど、このね6フィート10インチって長さがあるんで、かなりねその例えば遠くに飛ばせるっていうことが、できるロットになります。でもしくはそのミディアムなんで、うん、柔らかすぎず硬すぎずだから、例えばライトカバーとかを、テキサスとか、まあ、ライトテキサスとか入れ込んだり、フリーリグとかカバー打ち系とか底物ズルビフ系の釣りにも対応できる。僕はね、どうしてもバックスライドを打ちたいっていう場合は、この6フィート10インチのミディアムロットで
使用することもあります。うん、MH の方がやっぱパワーは強いんですけど、しっかりね、これも M なりにバットパワーがあるんで、よりね、そのまあバックサイドとかも、全然扱えちゃう、ロット。例えばあとドリフトクロウのワッキーとか、うん、そういう脳進化系、高比重の脳進化系ワームを扱うときも、このミディアムで、やっちゃいます。で、あとは巻物、スピナーベイトとか、バズベイト、もしくはクランクベイト、あとは、ディーブルサットとかも、これでね、やっちゃうことも全然あります。まだまだね、あと例えばロングワームとか、まあ、小型のビッグベイト、あのチビタレルとか、あとはトップポッパーとか、ペンシルとか、まあ、本当に一本で、何でも扱いやすいロットがこの6711のミディアム。だからね、ベイトで、おかっぱりで、まあ、いろんなルバーを投げたいけど、どれを竿を選んだらいいかってわからない方は、この6711のミディアムを選んでいただけたら良いと思います。はい、まあ、僕がおかっぱりで、セレクトするのはこの2本、6411と6211。この2本あったらね、まあ大体のルアーは、カバーできると思います。例えばほんと誤算大江油菓子でも、この2本の多分ね、使いどころっていうのは非常に多いんで、僕もボートでもね、この2本は常に2本ずつは並んでるって感じですね。もうネコリングつけて、もう一個は例えば脳進化つけて、ミディアムだったら、巻物スピナーベイトとかつけたりして、もう一個は脳進化のコーヒー重のワッキーとか、使用したり、まあ本当にね、常に僕も試合では2本ずつは、積んでいるロットになります。そしてまあこの2本がね、僕がおかっぱりの場合はおすすめなんですけど、そしてもう1本、これはねちょっと前紹介させてもらったと思うんですけど、ディービルシャットの、説明の時、これがさらにその今年一緒にまたこの2本と、まだまだねいろんな機種が追加されるんですけど、もう1本僕がちょっとねおすすめしたいのは、これはねもう巻き特化型、なんですけど、68ML のFML っていうね、まあファーストムービングロットなんですけど、この68の ML がもう僕最近すごく気に入ってて、すごくねグラスの感覚で巻物を扱えるロットになります。これはね、以前は僕 69L の、ベイトフィネスタックルでディービルシャットを投げることが多かったんですけど、このね 68ML はねかなりね根がからないっていうのが、この ML の特徴です。で、しかもグラスじゃないんですけど、グラス寄りのロットってかね、グラスに感じるぐらいの竿なんですけど、そのね、グラスじゃないからそのカーボンロットとかパワーも、しっかりあって、革一枚のバイトって例えば巻物でやってると多いんですけど、そういう革一枚のバイトも、この ML はそういうバイトを拾ってこれる。だからね、ディービルもしくはマッシュボブとか、ブロックリッパーとか、そういうね、まあ巻物、あんまり例えばでかくないようなクランクベイトとかシャット、ソウルシャットもですね、うん、そういう巻物には、このね RVC68MLFML っていうねロットが発売されるんで、こちらのねロットも、まあ、巻物を使用する際には、ぜひ使用してみてください。まだまだねこの3本以外にも、パワーオブフィネスロットだったり、まあ、5フィート11の UL の、まあ、スモールとかそういうライトラインを扱いやすいロットも出たり、6号の UL だったり、まあね、いろんな追加機種が、リボルテージから発売されますんで、もうね、多分店頭に並び始めてるところも、多いと思いますんで、ぜひこのリボルテージロットで皆さんもね、そろそろバスフィッシングが、再開できそうな気配が出てきましたので、また皆さん思いっきりリボルテージロットでバスフィッシング楽しんでください。ではまた。なんか今誰か叫ばんかったっす。釣れた？お、来た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 、でかい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 、頼む頼む頼む、でかいでかい、おっしゃおっしゃおっしゃ、頼むよ、お、でかい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 、スピナーベッドの画面見たらもう抜くよ、頼むよ頼むよ、よっしゃー、でかいよしふぅおっしゃ、来た、でかい、頼む、まあ、やった、やった、頼む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 、頼
やばい、完全にハマってる、完全にハマってるわ。さあスーパーエラプションジュニア来てるよ。やばくね、やばくね、バルタすげえ。ちっちゃい岸際の大きにスーパーエラプションジュニアの8分の3オスキンクロ、やばい。さすが気持ちいいっすね、イエイ。